沖縄平和賞は、沖縄戦の経験を通して平和の尊さを知る沖縄から、アジア太平洋地域の平和の担い手を称えようと始まったもので、今年で11回を数えます。今年は開館以来2300万人に上る来館者に、ひめゆり学徒との戦争体験を伝え、近年は多言語に対応した展示などで国外への発信にも取り組んできたひめゆり平和記念資料館が選ばれ、今日玉城知事から表彰状が贈られました。世の中が悲惨ときな臭くなっています。それだけにいよいよひめゆり平和記念資料館の活動は大切なものになっていくに違いありません。受賞者挨拶で平和記念財団の中ほど正則理事長は、沖縄戦の過酷さを国内外に発信する取り組みは今後さらに大切なものになると話し、資料館の今後の活動に一層の支援を呼びかけました。